津市のスポーツ少年団を紹介するコーナー、ワクワクスポーツカタログ。今回は高茶屋バドミントンスポーツ少年団を紹介します。高茶屋バドミントンスポーツ少年団は、高茶屋やその近辺に住んでいる子どもたちが通うバドミントンクラブです。普段は水曜日の夕方と土曜日の午後に高茶屋小学校の体育館で練習しています。チームは男子14人、女子8人の合わせて22人で活動しています。練習はチームの上級生が練習メニューを組み立てるなど自主的に行っています。こんにちは、高茶屋バドミントンスポーツ少年団コーチの末吉聡です。私は子どもたちに自分のペースで楽しみながらバドミントンをプレーしてほしいと思っています。そのために練習では子どもたちの成長や小さな変化に気づき、しっかり褒めることを大切にしています。また子どもたちが素晴らしい成績を残すことも嬉しいことですが、それよりも将来バドミントンを楽しみながら長く続けてもらうことで、指導者や保護者として次世代の子どもたちにバドミントンの魅力を伝えてもらえたらと思っています。練習は体力トレーニングから始まります。バドミントンではコート内を動き回るスタミナと、相手の打ったショットに対し素早く反応する瞬発力が大切です。試合中はラリーが続くことが多いので、粘り強くラリーを続けられるスタミナが欠かせません。またこれからの時期は夏バテをしないためにも体力トレーニングは重要な練習です。体力トレーニングが終わると、次に下半身の筋力や瞬発力を鍛えるフットワーク練習をします。コートの四隅にシャトルが落下してくることを想定し、素早く動けるように足の運び方や歩幅などを意識します。フットワークが上達すればシャトルの落下地点に早く到達することができ、打ちやすいポイントでショットを打つことができます。フットワーク練習の後は2人1組となり、基本的なショットを打ち合います。コート後方から相手コートの後方に打ち上げるクリアや、コート前方から相手コートの前方に打ち落とすヘアピン、コート後方から相手コートに強いショットを打つスマッシュなどを練習します。その後はエレベーターと呼ばれるミニゲームをします。エレベーターでは半面コートを使い、3点先取のミニゲームをします。勝敗によってコートを移動するので、ゲームごとに対戦相手が交代します。3点先取の短い戦いなので、うまくいけば下級生でも上級生に勝てるチャンスがあります。またシングルスだけではなく、ダブルスの練習もします。ダブルスではローテーションと呼ばれる攻守の切り替えや、パートナーを助けるカバーといった動きの練習を重ねて、2人で息が合うようにプレーをしなければなりません。この日は大会に向けて試合を想定した練習を行いました。
こんにちは。高島屋バドミントンキャプテンの中村龍斗です。僕はキャプテンとしてチームの先頭に立ち、積極的に声出しをするなどしてチームを引っ張っています。また、県大会の個人戦では準優勝することができました。次は優勝して全国大会に出場できるようにこれからも頑張ります。こんにちは。高島屋バドミントン副キャプテンの井端大和です。僕の得意なプレーはクリアで、相手をコートの後ろに下がらせて、最後はネットの際にシャトルを落とすカットショットを決めることです。今年のチームは僕と同じ6年生が多いので、みんなで全国大会に出場したいです。こんにちは。高島屋バドミントン副キャプテンの田中千春です。私は世界で活躍するプロバドミントン選手の山口茜選手に憧れています。私は相手が反応できないほどの速さで返しにくいコースを攻め続ける山口選手のプレースタイルが好きです。スピードのある攻撃的なショットではドライブショットが得意なので、相手が取れないコースを攻められる選手になりたいです。高島屋バドミントンはシングルスとダブルスの大会に定期的に出場していて、今は9月に開かれる県大会東海予選に向けて日々練習をしています。練習や試合以外でも駅伝大会や雨子つかみやドッジビー大会などの市内で開かれるイベントにチームみんなで参加することで子どもたち同士の交流を深めています。高島屋バドミントンの町野海斗です。高島屋バドミントンの坂本優奈です。お母さんへ一言、いつも練習の送り迎えをしてくれてありがとうございます。こんにちは。高島屋バドミントンの坂本ひろとです。大和くんへ一言、バドミントンを誘ってくれたり教えてくれてありがとう。こんにちは。高島屋バドミントンのパルマカズマです。お姉ちゃんへ一言、いつも駐車場でバドミントンを教えてくれてありがとうございます。こんにちは。高島屋バドミントンの豊田真央です。千春ちゃんへ一言、いつも一緒に練習してくれたり優しくしてくれてありがとう。こんにちは。高島屋バドミントンの塚本晴人です。お兄ちゃんへ一言、いつもバドミントンの練習やゲームを一緒にしてくれてありがとう。こんにちは。高島屋バドミントンの坂本大河です。松井誠也です。梅本先生とコーチの皆さんへ一言、いつも練習を教えてくれてありがとうございます。これからもご指導をお願いします。高島バドミントンスポーツ少年団は高島小学校の体育館で活動しています。練習日は水曜日の午後4時から6時と、土曜日の午後1時から5時までです。